入れば谷よ、相場師霊夢大先生だ。本日は9月7日のトレードなんだぜ。この相場はロング、ショートどっちで行くんだ。逆張り的に考えるならショートなんだが、四角で囲った下落の一発目が弱かった。このことから、まだ上昇の勢いが強いと判断した。そのため、今回はロングだな。まだ、15分足を中期的に見た時にボックス相場を形成していて、上、下、どちらにも行く可能性があるから、まずは20ロットからのエントリーだ。なるほど、じゃあ、上に行ってからの追撃もあるし、下に行ってからの難品もあるっていうことなのぜ。そうだな。できれば下に行ってからの難品が望ましい。それはどうしてなんだぜ。15分足の行きつ前の流れが上昇だからだ。しかもかなり強い上昇だった。その調整局面だと考えたら、ここでレートが下がるのは、ゴールドのバーゲンセール、買いに走るべき。ということで、買いました。早い。しかも現状、15分足が再度ゴールデンクロスする寸前。ここでまた上昇に転じてくれるようなら、やはり相場の世界は私の思い通りということになるな。もうこうなったら、思い通りにならないのわけのゴキブリの生息数くらいなもんだな。ちなみに最近の目撃報告は、つい3分前だ。パソコンのマウスの上を這い回っていた。ひぃー。くぅ、駆逐してやる。この世から、一匹残らず、このトレードが終わったらな。意外に冷静だな。さて、ゴールデンクロス完成後も変わらず上昇を続けるローソク足だが、このまま行ってくれるか、一度くらいは折り返しもあると思っているが、1分足での移動平均線下割れを確認したんだぜ。したか、だが問題ない。なぜなら、私に敗北はないからだ。キングクリムゾン。クック、やはり私の読み通り、というかこのトレード私の思い通りすぎて怖いんだが、おお、含み益500万ダリンホテル。これで500万連泊できるぞ。あ、そういう単位だったの。さて、そろそろ適当に利確していこう。今日もイージートレードをありがとうございました。勝てない私からしたら嫌味にしか聞こえないんだぜ。ごちそうさまー。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。